ハイハイしとる。あそこ登りきると頂上だと思うんだよね。よし、あと一登り頑張りましょう。よいしょ。はい、こんにちは、カンパパです。ここはですね、まあ、おなじみ鳩町峠です。今日はですね、はい、おおはようございます。これはどうも、おはようございます。関西登山記のまさきさんです。よろしくお願いします。はい、でこちらは関西登山記裏チャンネルのしげきくんです。公認してます。してません、してません。はい、で、はい、我らが重鎮、はい、ジーコさんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日はちょっと関西のノリでいきますから、ね。関西のノリで。はい。もうカウパパチャンネルはね、あのちょっとおとなしいチャンネルなんで、まあ今回騒がしくなりそうです。じゃよろしくお願いします。落ちた。はい。というわけでございましてね、今回のルートなんですが、こちらの鳩町峠からスタート。半時計回りに登ります。まずはね、山の原まで峠を下ります。そして尾瀬ヶ原を背にして登山道を登ると山頂です。下りは枯れた岩肌を降りて樹林帯を抜けると鳩町峠に戻ります。では行ってきます。はい、どうぞ。はい、鳩町のね、この下り初っ端ですね、結構ね足元が滑るんで、まあ、気をつけて歩いてください。濡れてんな、昨日雨だったのかな。朝露だ、雨だった、雨だった、朝露で濡れてんか。でもね、今日はすごい滑りますよ、木道。あれやわ。滑る滑るわ、滑るわ、怖い。滑るわ、やばいやばい。いや、ぬるぬるで怖いわ、これ凍ってんねん、ほらほら、赤すごい、凍ってる、うん、凍ってる凍ってる、これも非常にやばい。うわぁ、ちょっと待って、うわ怖い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 。いや、木道がね、凍ってるんで渋滞になってます。真ん中の割れ目、割れ目、うん、ここ真ん中の割れ目が一番うん、うん、おー怖え。ハイハイしとる。うわうわすごい。あーな、やっとのことで川上川の橋です。あ、ここもガチガチや。うわおお、いやー、なんとかね、ここまで来ました。みんなホッとした顔してる。はい、山の花です。いやー怖かった、ほんと怖かった。こんなね、時間かかったの初めて。ここもやばいからね、うん。はい、渋谷山荘でーす。はあ、怖かった。1時間かかんないで普通降りてこれるんだけど、もう2時間ぐらいかかってんじゃない。うん、はい、で今日はね、予定は、ここから渋谷山に登ってね、こっちですね、で鳩町峠に降りると、
いうルートで今日は山登りしてみたいと思います。はい、ということで今から、渋津山ね登っていきたいと思います。いやー、鳩町からの下りね、木道がガチガチに凍ってて普段の倍ぐらいかかっちゃったんで、ちょっと登山を始める時間とすれば遅いんですけど、ここから登っていきたいと思います。いつもね渋津山というと鳩町からのピストンが多いんで、実はねここから登るの初めてなんですよ。まあ非常にね楽しみです。では行ってみましょう。木道が続いて登山口に行くのやな。朝よりなんかだいぶ熱がなくなってる。あ、渋津さんね、上の方白くなってますね。大丈夫かな。はい、ここはね、大勢自然研究路って言ったっけな。正直言ってここ過去1回ぐらいしか入ったことないんだけど。50人も入りたいと書いてるじゃん。はい、渋津さんね、ここから登ることになります。みんな、うわー、うわー、おお、これはいいね。いやー綺麗だなこれは。はい、ここからね渋津山登るようです。おお、危ない。あ、こっから登るんだ。はい、渋津山の上部は崩れやすい蛇紋岩で覆われてますということなんで、滑んないように行きましょう。3キロ。ずっとねこんなとこ登ってます。うん、3分の1 3分の2いってる。半分ちょっといってる。まだ半分あるの。うん、素晴らしい。おお、木の階段だ。もうだいぶ山頂近づいてる。だからね、木の階段が見えればもう山頂すぐ見えるなんて書いてあった。木の階段出てきたの。うん。いや、すごい雪だなこれ。あ、そうかな。わからん。階段ありすぎてわからないってことな。あら、この階段、これじゃ使えねえな。巻き通るしかない。これあれか、高間ヶ原。高間ヶ原かな。ここが高間ヶ原かな。いや、まさかの雪山登山。あ、こう休憩地になってますね。あとちょっと、もうちょっと。足に来てる。俺も足に来てる。いや、
あそこ登りきると頂上だと思うんだよな。あのね、反対側から登ったことあるんだけど、こっちのコースは初めてなんで、結構、途中凍ってたりね、大変でした。あとちょっと、よし、あと一登り頑張りましょう。よいしょい。さて、まあ、偽ピークはねえだろうな。復活した。お、山頂。お、来た。うん、おー、来た。よし、来た。よっしゃ。おー、うん、マックグリーだよ。よし、戻ってタイヤだ。おー、おっとっと。うわ、寒い。早く降りよう。いやー、尾瀬ヶ原もう火打ちも山頂白いですね。うわー、平ヶ岳、あっちが上越の山ですね。あ、遠くにね、赤城。あ、少し白根だ。日光連山。いいですね。でも寒くて早く降りたい。はい、じゃあ、もう寒い山頂、とっとと降りて。はい、下山します。ちょっと怖いから、GoPro 終わり。おぉ。やっとここまで来た。おぉ。はい、あそこがね、さっきまでいた古志物。木打ちずっと見えてんな。その声が聞こえてきた。長かったな。あれ、バス今買ってくれてる。バスも今買ってくれてるんですよ。お願い、あ、買ってきましょうか。はい、ハトマチ峠に戻ってきました。イエーイ。いや、疲れた。ご視聴いただきましてありがとうございました。カバオでした。すんごっ。